おいや、もうなんだよ、リア充来ちゃったよ。なんだろう、この子。この子、バカっぽくない？ほんと、男全員左利きですよ。あ、まあ、すごい。左利きって、だからみんながみんな才能あるわけじゃないんだな。どうも、山里亮太のテラスハウス山チャンネル、もう25回目となりましたね。まあ自分のせいなんですけどね、今あのキスイップスになってまして、キスが怖くなってしまってですね、まあそれはあのこのネットフリックスの CM で僕のキスシーンがある CM を撮影していただいた、その時の自分のこの失態っぷり、まあ撮ってくれてる監督に、すいません、どのタイミングで目つぶったらいいんでしたっけっていう質問をしたり、女優さんがもうちょっとうんざりしてきたり、そういうのを見てキスが怖いんです。それからというものをずっとこう自分のこの指をこうやって唇に見立てて練習してみたり、ずっとこうねこうやって、まあでもリベンジはしましたけどね、うん、普段は絶対頼まないんですけどね、行きつけの風俗でオプションでディープキス入れてやりましたよ。ごめんなさいね、なんか締めっぽい話から始まった。さあ、はい、始めましょうか。もうね、違うんです、今日はこんなこと言ってる自分も嫌いになるぐらいなことが。皆さん、完全に敗北を感じた瞬間ってありますか？私、今日久しぶりに感じてます。それはね、新メンバーなんですよ、男子の新メンバー来ましたよね。半田優斗さん、27歳、東京芸術大学4年生。まあね、昔ねいたんですよ、東京芸大のテラスハウスにもいたんです。そいつはね、ろくでもないやつだった。うん、まあね、芸術的センスはね、もう私は分かりませんから。でもそいつの卒業制作は黒光ったポコチンみたいな作ってたよ。それをなんかずっとこうやって磨くっていう、これはすごいな、斬新な AV だなみたいな、ずっと黒光ったポコチンをこう磨くみたいなことがあったんですけども、ちょっとね、まあその人はその人でまだアートの世界分かりません、あの幽霊とつけるもんじゃないんで、ふと思い出したという話でございます。元気かな、名前忘れちゃったけど、で今回その半田さんという方がまあね完璧です、正直。将来の夢建築家で、1年後にはハーバード大学に留学志望、まあ、ここまではね、まあすげえなーなんつって、恋人ありなんですよ。で顔もまあね、ちょっとあっさりとしたかっこよさ、うん、だから韓流ドラマとかに出てくる主人公の親友とかでいるような感じ、うん、あと実はしずるって昔3人トリオだったんだよっていう話がある人っぽい。その辞めた一人みたいな感じの爽やかなかっこよさ、フジファブリックにもいそう、カナブーンにもいそう、そういう人で、性格もいい、ウィットに富んでる、夢もある、リア充ですよ、完全なリア充が来ましたよ。だからテラスハウスのね、偉い人に俺は言いたいんですけど、これはもうカメラの前の皆さんに言ってんじゃないですか、ここは僕はここにいる大人たちみたいな、あんな完璧で彼女がいるやつを入れて何になるんだと。結局リア充たちが僕たちすごいですよってのを見せつけられて、俺たちはいつもどういうつもりでテラスハウスを見てるかっていうのは、ちゃんとスタッフさん視聴者の目線って分かってるのか。俺たちはあの家の中のやつらを心からバカにしたいんですよ。あんなバカにするところがないやつが来たら俺たち何したらいいっていうんですか。決まってるでしょ、まあまあしかいないですよ。だから今リバウンドでほぼ無理やりぐらいアーマンのことを俺悪口言ってますよ。もうハワイ入国できねえんじゃないかなってぐらい完璧なんで、だから欠点が欲しいって今ずっと欠点探してるんですよね。でまあ唯一願ってることが、付き合ってる彼女ドブスであれっていうね、ここなんですよ。でもきっと彼女も綺麗なんだろうねとか、でこうやって俺が言ってるのもしかしたらね、一番怖いのはね、なんかアトリエでみんなの仲間でね見てるんでしょうね、こういうのも。なんかまあ言われてるぞこいつに、
あ、いいんじゃない、こういう笑いの取り方しかできないんだから、それはそれで否定してあげるのかわいそうだよ、まあいいんじゃないかな、大変だよね金のためにこうやって人の悪口言うのって、そんなことよりこの前作った机なんだけどさそんなことってなんだバカ野郎、俺の一生懸命よおやっちゃうぞ、俺は差し違えてでも殺しちゃうけど、おう、くそったらいい、何か欠点絶対見つけ出してるからな、今のところ正直神様がここにパッと来てね、そんなに憎むな山里よと、いやいやあいつらずるいんですとね、僕らが手にしなかったら何もかも手にしてる、俺はそういう奴らを倒すためにこの世界に来たんです、分かった山里、お前がもし改心するなら今から中身を入れ替えてやろう、お前を半田にしてやろうって言われたら、俺は神様にらみつけてピッと言いますね、お願いしますって悔しいっす、正直悔しいっす、こんな人になりたいって思ったら久しぶりっす、ですから僕はちょっとしばらくテラスハウス辛い回になると思います、だってひたすら僕は嫉妬し続けるわけですから、トリちゃんもなんかキュン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 してるしなんだよっつってだからこれからもね、その半田さんという光が輝くことによって際立ってくるね、これアーマン、ここに期待したいですよね、もう今半田さんもバブルです、もう何やってもいい、もう何しても女子はキャーキャー、女子の評価はひたすら上がり続けるばかりです、バブルはいつ崩壊するんだとね、バブルを崩壊させるのは何かしらのショックじゃないかと、僕はここであいつに期待します、アーマンショックに、お後がそんなによろしくないよ